あちらの方が御社駅で、河川沿いに歩いてきてもらったら、わかります。蟻の食堂とかの河川ですね。まあそちらの方から、まあその近辺の河川からこう登っていってもらったらあるんですけども、あちらに金属回収を行っている業者さんがいて、かたやこちらの方はオートバイなどがほったらかしになってるんです。モッツァーとかが生えてきて巻かれたりしてるぐらい。で、こういったものに関して、その、まあまあ、あちらの方で、回収していないのか、何なのか。まあ、この中はもう、オートバイだらけなんですよね。もう、すごい数あります。多分100近くあるんじゃないですか。あ、これもったいないですね。あちらゴルフ場打ちっぱなしのところが見えますけども、まああちらの方が神戸電鉄御社駅の近くです。で、こちらですね、まあ放置自動車だと思われますね。まあ金属回収地点ということで、まあ早めに回収した方がまあいいと思います。まああちらの方に金属回収業の方たちがいらっしゃるんですけども、まあそちらの方の周りにもこう竹やぶとかがあったんで、そういえば昔まあ枯れてる竹とか木とかで、まあかまど発電を行いながら、フルタイヤもそこで溶かして、そのまま新しい、タイヤを生産すると、まあそこまでしてみたらどうかと、まあいうようなことも例えば20歳ぐらいの頃言ってましたね。金属関係とかでも相当この周りにもありますからね。こちら、まあ宗教、まあお寺さん、まあお経を唱える方たちのところだと思うんですけども、まあ何かできてますね。建物は綺麗で、ここ近年だと思われます。この周りとか道路上も綺麗で、でまあ神社庁の傘下だとは思うんですけども、お墓をどうされているのかと、購入するのを進めてしまっているのかどうか、葬儀の時にお経を唱えるだけで十分なんで、山に散骨か海に散骨でお墓の下に骨なんかないんですよ。で、納骨堂に関しては、オーナーのものは、もう何十年も前から判決出てます。裁判所の判決、判決に背いた即逮捕です。オーナーは、その納骨堂に、お金を支払った人たち、骨を納めた人たちに、お金全額返金しなさいと、霊感商法しちゃダメですと、それぐらいのこと六法全書に昔から書いてあります。まあ、兄の仲間というか藤原台の方にも観音寺っていうところがあるんで、そんなにたくさんね、そのお経となれる方を増やしても意味ないんですよね。だからエネルギーの残存量問題だから、余計な建物を建てたらダメだから、だからまあまあ、やっぱり無理なものは無理がありますね。まあ、誰があの辺に建てたか、近くにね、赤羽さんの元国土交通大臣、公明党だったと思うんですけども、所属、まあ、兄の仲間にもともと事務所があったんですけども、赤羽さんのポスターがすぐ近くにあったんで、まあ、何か関係があるのかどうか、そういうところですね。こちらが、建設業界の、解体業者の方の方たちのお名前ですね。重機を使わないで解体する方法をご存知の方たちなので、まあ先ほどの方たちに仕事回し上げたらいいと思います。建物の解体は、まあ、2階建てとか、まあ状況によってはまあ3階建てとかも解体していただいたらいいと思います。まあ、あとまあここもそうでしょうね。無事から前から多分空き家だと思うんですけどね。もうこちらは御社駅ですね。
神戸電鉄の有馬口の駅の近くに来ています。まあ小さな合流河川を今日ちょっと自宅からまあ歩いてきて撮影しようかなと思って来たんですけども、まあ、水の量も、まあこれぐらい、普段から流れていると。でこの辺りも多分老朽化してほったらかしになっている建物が多いので、先ほどの重機使わないで解体する技術を持たれている方たちに解体してもらったらいいんじゃないかなと思います。山の中を新しく切り開くぐらいだったら、ね、駅のすぐ近くですから、こういうところ開けた方がいいと思いますよ。この辺りもそうだと思いますね。有馬口の駅なんですが、こちらも多分耕作放棄地ですね。もともとは多分畑作業されてたと思います。まあ、土が中央にこうちょっと盛り上がってるので、何か野菜を作られてたんじゃないでしょうか。だからまあこの辺りもちょっとまあもったいないですよね。長い間放置されてるんじゃないでしょうか。この辺りもそうですね。先ほど撮影したのがあちらなんですけども、ここも耕作放棄地になってますね。こちらはしっかりと水田、されてますね。で多分ここの下は岩盤地帯なんだと思いますよ。こういうふうになかなかその底から水が抜けていかないようなところだったんだと思います。もともとある耕作されてたところを、上手に生かすと、まあ、こちらもそうだったんじゃないですかね。多分もう放置ですね。もったいないですね。こちらが、有野川に合流する河川ですね。あちらが神戸電鉄の、有馬口です。まあなだらかな河川で、そこは岩盤っぽいですね。多分まあ土砂のかき出しだとか、まあ、そういったことはある程度した方がいいでしょうね。ここに落差があるので、まあそれなりに雨が降った時に水車が回るようなものを設置したりだとか、まあある程度橋の方に水が集まるような形にしといた方がいいでしょうね。あちらは河川に合流しているところなんですけども、こちら結構いいところがありますね。これだったら、小水力発電、まあ私のホームページからも閲覧できますけども、ああいったもので、発電できそうですね。春の日でもあれだけ水流れてたらもう十二分かと思います。まあ、こちらの方の住宅ほぼというよりも全てプロパンガスみたいですね。住宅の横に設置していて、で、まあ、こちらはもう放置自動車でしょうね。まあ、どこかの製造会社、印刷機の製造会社のバスだったみたいですね。まあ、この辺りも一本物の遊戯機はたくさんありますね。家の柱だとか、ああいうような木で、ああいうふうにね、緑色のカビみたいなのが生えてきてるのは、木がちょっと弱ってくるんで、基本的に、ああいうのを先に、中がね、まだ元気そうなところ、早め早めに伐採した方がいいでしょうね。密集がちょっと、密集率が高すぎるんで、どうせ持たないと思います。まあ、この辺は金属回収地点、まあ、所有者の方がいらっしゃらなければ、まあ、ここも、これも金属回収しなきゃならないところですね。だからまあ、この辺り、かまど発電みたいな形のその木材とかは、まあ、多々あると、まあ、そういうことになりますね。河川の両サイドなんて、湿地帯になってますから、竹とかはね、生えてきやすくて。ただまあ枯れてる木とかもたくさんあります。こういうのは邪魔になるんで、まあ竈田発電機と。神戸北高校から歩いて行ける範囲でいくらでも木材ありますね。でまあ向こうは所有者がいらっしゃるのか、まあ立ち入り禁止になってますね。まあちょっとここから先は撮影できそうにありません。まああとは落差あるところはこちらぐらいなので、ここにまあ水車でしょうね。
先ほどの小水力のところですけども、こちらもね、間にまっすぐなところで螺旋状の小水力とか何かちょっと傾斜がそこそこありますんでね、ここを間入れて、発電した方が良さそうですね。こちらのストレートのところですね。とあとはまあこの辺り、ちょっとこれもうちょっと撮影してみますね。で、こちらは耕作放棄地なんでしょうね。何かあそこに燃やす焼却炉みたいなのありますけど、木炭でも作るつもりだったんですかね。まあこの辺りとかも傾斜があって水量そこそこあるんで、まあギア比が上がっていく小型のね水車ずらーっとこう並べて、特にストレートのところ、まあそれで発電するっていうのも手かと思いますよ。もうちょっと上まで見てみますね。ああ、ここずっとこういう風に続いてますね。だから100台ぐらい小さな木製の水車でもギア比つけてあげたら、まあ配線とかもつなげやすいでしょうし、そういうのでもなかなかこれ上まで全部行えばなかなかバカにならないと思いますよ。まあ傾斜の特にあるところ、まあこういうところだとか、この辺りがなだらかなんでね、ちょっと難しそうですけど、あとこちらなんか階段登っていくところありますね。なんかこの上登っていったら木とか枯れてる倒木とかの木とかかき集めるの簡単そうですね。あとはその住宅どうなんでしょうね。亀裂建物に入ってますけども、あと雨戸も閉まってて物干し竿がないところって基本的に人がもう住んでいらっしゃらないっていうところが多いんで、まあ先ほどの解体業の方たちとか金属回収地点でありますが、まあこれはもうここまでで限界なんでしょうねきっと。まあ、このトンネルの先がどこなのかちょっと興味あるところですけど、まあ向こうの河川に合流してくる河川がありますんで、まあそこを目指してちょっと歩いてみますね。先ほどの続きですけども、こちらからちょっと足場がありますね。こう山登っていけるようなある程度の大きさの倒木とかしっかりと回収できそうになってますね。金属は何でしょうね、建物は多分金属回収地点でいいと思いますよ。ここからは落石注意という看板が出てますけども、まあ雨降って数日経過するんで、まあ大丈夫だと思います。だいぶ木もたくさんありますし、やっぱりすごい倒木ありますね。本当に倒木だらけですよ。蒲田発電本当にもう長い間使用できますね。こういうのもそうですし、ほっとったら他の木も蒲田発電機になりますからね。まあ、先ほどの橋のところから河川専門会石玉発電を設置して、まあ何百メートルかは上流まで、水貯水できそうですね。だからその両サイドの木とかはほぼほぼ伐採すると、まあ、そういうような形になりますね。蒲田発電機ですね。もしくは元気な木は木材として、使用すると、住宅を建てたりするときの柱ですね。まあ、あとは
上流のどのあたりまで水が来るかというところですね。あのあたりにも大きな岩が転がってますね。あれは邪魔ですね、はっきり言って。だからあの御所のところにダム作るときに、ああいうふうな大きな岩を、撤去すると。貯水量がやっぱり変わってきますからね。で、両サイドは基本的に岩壁のところが多そうですね。そこからは水はもうこの辺りは抜けてないような気がしますね。多分先ほどのあの橋のところから、水満帆に貯水して、まあ、この辺りぐらいまでなんじゃないでしょうか。わかんないですよ、あの貯水してみなかったら。一度ただ坂道だいぶ登ってきてますんでね。ね、まあこの辺りはね、あの真ん中にあの水が集まるような水路とか、加工して、水車設置したりだとか、まあ、いろんな工夫の仕方で、まあ、いろいろな方法あると思います。まあ、このやっぱり深間の発電用の倒木とか本当にたくさんありますよ。学校のグラウンド高さ2メートルぐらいで埋まるぐらいすぐ集まりそうですね。あ、この下のところにもう一つ河川水門解析ダム発電設置できるかもしれないですね。あ、ちょっと待ってください。あの御所のところまで持っていかなくてもこの辺りで使用してダム化するっていうのも手ですね。だからあのなぜ道路さえかあの水没しなかったらいいから、高さそこだからその高さでダム作ってしまう。で、まあ、20m×20m とか 1m×1m、 3m×3m、 まあ、横幅があんまりないんで、まあ、20cm×20cm、 まあ、あと 5m×5m も設置できるかな。まあ、それぐらいがあれば、まあ、全部排水できると思いますよ。まあ、向こうの方は多分道ないと思うんで、あ、ちょうど大きな岩とかありますね。ああいうふうなのに利用して、あの、ダムを作ってしまいましょう。まあ、あの、先ほどの地点で本当にいいかどうか、もうちょっと上流まで行ってみて、確認しますね。上が何なんでしょうね。水源きっとあるんでしょうね。水源地みたいなのが。それで多分水が流れてきてると思うんですけども、まあ、今回あの有野川の上流のその有馬口の近辺に合流する河川でこんなに上登ってくるとは思いませんでしたね。これもしかしたら六甲山のだいぶ上のところまで行くかもしれないですね。滝がありますね。ちょっと見えにくいのが残念なんですけども、落差があるんでね、やっぱりこの水の量を見てもらったら分かる通り、河川の底からそこから先で、水が少なくなっているっていうのが分かりますよね。だから河川の底をしっかりとコンクリートか上流まで、それで水の量が全然変わってくると思います。だからここは水車かな。ちょっと待ってくださいね。あのダム化をどうするかですね。ダム化をしたらちょっとね、上がってきた距離とかちょっとよく分からなくなってるんで、まあ、ダム化は時間かかると思うんで一旦水車ですね。で、ここから先はなだらかな、こういう風な形になってるんで、だから先ほど高さを思いっきり上げといて、まあけど道がやっぱり水没するからダム化で多分そこまでは水来ない、そこの一番上のところまでは水来ないでしょうね。だからそこでもう一度河川水門解析を設置するような形になると思います。まあ、この辺の石とかもいっぱいありますからね。
もうちょっと上まで、撮影したいと思います。まあ、やっぱり倒木とかたくさんあります。まあ、とにもかくにも神戸北港の人たちで、倒木かき集めてもらって運動部の人たちで体力ないとできないんでね、もちろん現場でチェーンソーはなしですよ。斧、特に倒木だから簡単に切れると思いますよ。老人男性でも上手い人、一撃目入れたところに二撃目入れた時に太さ、30センチの、だいぶ、日光とかで、乾燥してる木に関して二撃で割ってますから、老人でもですよ、できるできる。同じところに二撃目を入れれるかどうかなんですよ。まあ木の繊維とかもあるんですけどね、横か縦かで。まあ、この辺も一応生えてはいるけども、これもう落ちてくるの時間の問題だから、この木もカットしてしまったらいいと思いますよ。この辺りも倒木ですね。でほったらかしで、その木ももう多分弱ってきてるとは思いますね。でここにも倒木、これはすごいですね。この倒木の量は河川の中だけで両サイド合わせたらもうねえ、もうずっとこれですよ。だから人の手入れがずっと何年もされてない状態が続いてたんでしょうね。一応アスファルト敷いてますね。チェーンもかかってますけど、どうなんでしょうね。浄水場とか何かあるんですかね。水道管一回見ましたよね確か。浄水場かな、ポンプ場かな、なんかありますね。だからこの上の方に多分ため池か何かあるんだと思いますよ。しかしこれだいぶかなり登ってきましたよ。有馬口の駅から100メートルぐらいは上がってきてると思いますよ。だから上の方に、まあ、こちらの浄水場とかだったら有の中町とか藤原台の一般的な2階建ての家、ステップガーデンの上新電機さんとかあるところの高さが、まあ、藤原台の高いところの基本的な位置づけだとは思うんですけども、これぐらいの高さだったらね、そこまで水圧で、電気使って組み上げなくてもね、多分大丈夫だと思います。砂防ダムって書かれてますけども、もしかしたら、あそこ水車かもしれないですね。貯水場とかはどうなっているのか、まあ、あそこにも倒木がありますね。なんせね、僕が懸念してるのは、千枯貯水池とかから、ポンプ場を通して電気でね、24時間水を汲み上げてタンクに貯水してると、そういったところに、水圧だけでね、電気使わないで水回せるかなどうかなっていうことを考えてるんですよ。これだいぶ上の方まで行ってみる価値はありそうですね。もうだいぶこれ谷底までのその落差とかが見てもらったら分かる通り、これもうかなりあります。さっきから先ほどからそういう風な地点を何回も撮影してるじゃないですか。相当な高さまでこれ来てると思います。ただし
ここは高いところの位置で、そこの底が正しい高さの位置だから、まあ、もっとだいぶ登ってみなかったら、ああいうふうなポンプ場なんてなしで水が供給できるんだっていうところまでたどり着けるかどうかっていうところですね。その先は通行止めになってますね。なんか地図があったらねいいんでしょうけども、家でまあけど、あの通行止めは車用の通行止めでしょう。多分そうだと思いますよ。間人が歩けるようになってますから、もともとハイキングコースとかだと思います。倒木、もうずーっと倒木、倒木、この辺も。この辺りも結構水の音聞こえますからね。水量はあるっていうことです。ある程度、まあそこは滝ですね。あ、ちょうど細くて良い滝になってますね。あれだったら一番下に水車置いといたら、まあよく回ると思いますよ。ただ下だいぶ深さありますね。水深 1,2 メートルはあると思いますよ。あの滝の水の勢いで砂とか石とか一緒に流れてきたりしますから、雨の日とかにもっと水の量が変わって、それで下にぶつかってどん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 掘られていくんですよ。削られていって、ちょっとこれ徹底的に上流まで行けるところまで行ってみて、水貯水したら藤原台のね、セレの藤原台っていう高い建物とか、あと北六甲台、北六甲台の上の方の住宅はあれはもう相当な高さですからね。あの高さに合わせて千狩りから貯水場から水引いてポンプ場の組み上げ、もうモーター音がして組み上げてるの丸わかりで、で山の上の方にタンクがあると、ああいうふうなところからちょっと脱却して、水圧だけでねなんとかしないと、消費の方を抑え込まなかったら話なんないんで、本当に工夫次第でねどうとでもなるはずなんですよ。もう標高何メートルぐらいでしょうね。とりあえずね、そのダムに水を溜め込んでしまえば、ダムの高さがこれぐらいの水の水位が上まで来たとするとしましょう。そしたらその水圧で同じ高さのところまで水は届くはずですから、それでねちょっとなんとかしなかったら、だからその辺の木とかもいろんな箇所でいらないみたいな話になってくる可能性が高いですね。こちら多分大雨とか降ったら水が流れ込んできてこちらを通って、でここの河川に流れ込んでくるんだと思うんですけども、あの辺りも倒木がありますね。この辺とかだったら草刈ってしまえば、もうノコギリでもハサミでもいいと思いますよ。適当にカットしに行って、だからさすがに歩くぐらいは運動部じゃないものでもできるでしょう。だからそういった人たちで草担当で草刈り取って、で運動部の人たちが歩きやすいようにしといて、運動部の人たちで薪集め、まずは倒木から、もちろん斧装備、だから斧に関しては野球部、また落差すごいところありますね。あれ2本になってますけども1本にまとめた方が良さそうですね。V の字型に真ん中に寄せといて、でちょっと手前の方を加工して、こう真下に落下してくるような形でしなかったら水車になかなか当たらないですね。壁の方のこういう方にこう岸壁がなってるので壁に当たってしまってる、だからそれを
もうちょっと前に出してきて、真下にこう走るような感じで、下で水車で受ける。とにかくもっと上まで行って判断しますね。どのあたりにダムを作るか。本当に倒木だらけ、本当にもうすごい数。もう絶対鎌田発電、北高近辺の人たちで、もうこの道、行けるところまでの範囲で物事考えたら、もう半永久的に鎌田発電できますね。これはいい発見でしたね。このこんなでも軽トラぐらいだったら入ってこれそうですからね。この一本物の木に関しても、まあ男性10名20名で担いでね、下山するぐらいだったらっていう部分もありますんでね。もう上の方の細い部分はカットしておいて、担いで降りてくるとか。ちょっと待ってください。これ右か左かどちらがいいのか。ちょっと左行ってみますね。この辺まで来たら水の量は極端に減ってますね。さっきは滝のようになって水が落下していた以上、だからもうこっから先は多分ただの登山で、ちょっと待ってくださいね。こっちは一応、こっちも倒木エリアとか、撤去しなきゃならない石だったりとかするんですけど、避けといたらいいんですけども、ここに土管みたいな形にして水が流れ込んでくるような形にしていて、倒木、この辺りも。もうちょっと待ってください。本流向こうかもしれないですね。さっき落差のある日本の先、ここ押しなきゃならないって言ってたところがあったんで、こっちですね、本流。水の音が聞こえるんで、多分そうですね。だんだんちょっともうこの辺りからは、車では来れないエリアになってきてると思うんですけども、向こうの右側は別ですよ。こちらが本流みたいですね。土管があって、ここも水車なんでしょうけども、向こうも合流してくる水があって、だからこの辺りですね。もうその辺りとかもう一体水没してもいいぐらいの感覚で作ってしまうか。こういう松ぼっくりってね、カラカラに乾燥していたらすぐに火つきますよ。僕のホームページ、淡井圭介の履歴のその薪の割り方と火のつけ方のところを見てもらったら、うまく上手に火つけてる人たちがいるんで、あとこの辺に落ちるもの、こういうのも全部回収。これが最初の種火、それで薪に火をつけるっていうか形ですね。だから最初マッチがあったら大丈夫。やっぱり倒木とか多いですね。
この辺もだいぶ拾いがいがありにくる、あるそのまあこういう小枝とかも最初必要な部分で、ああいう風な大きな倒木もかまどに入るんだったら適当に入れておいて、ただしカラカラに乾燥させてからですよ、日光に当てて、でそれでまあ3段ぐらいに下の方が網目1ミリ ×1 ミリの網目、その上が1センチ ×1 センチの網目、その上が10センチ ×10 センチの網目で、まあこうある程度ね層にしておいて、上の方に大きな倒木カラカラに乾いたやつを置いておくと、で下の方から火つけておいて、上のところまでねしっかりとその倒木に火がつくような形でね、うまくその網目のその金網がいるのは下に自然と灰が落ちていってもらうような形になってもらわなかったら困るんですよ、今度灰が邪魔をしますから。で基本的に灰をかき集めて鉛筆の元になってるんですね、この辺も倒木。どうしましょうかね、この辺りでダム化した方がいいかもしれないですね、さっきのところよりも。ちょっとね上の方まで歩いていかなかったらいろいろ予定変わっちゃうんでね、まあとにもかくにもいっぱいありますよ。でこれ撮影してる時間皆さん総合して見てもらったら分かる通り、ほんとすごいですよ倒木の量。多分他にも分かれ道とかあったと思いますけども、そういったところ片道1時間までの範囲で、まあ、軽く1000本は超えるでしょうね、それなりの大きさの倒木。それとあと小枝とかこういう松の葉のものとか、こういうまあ誰かこれカットしてますね、まあ、その辺りとかも誰かがカットしてるんですよね。山でこう山を削ってね採石場とかしてる人たちはちょっとねエネルギー使いすぎなんですよね。そうじゃなくてこの辺とかだったら石ころが落ちるわけだし、河川の中にその石をかき集めていきたいんですよ。でまあこういうのでね採石してコンクリートの元とか、この辺結構木切ってますね。ちょっと待ってください、水の音は向こうの方でこちらの方から水の音聞こえなくなってるんで、この道行っても大丈夫なのかな。ぐるっと山一回りして有馬温泉の方とかにこうこのまま左手に進んでいったら出てきそうな気がするんですけど、あの辺りも倒木多いですね。まあその辺から適当にまあ降りていけるでしょうし、まあ、あの辺りも倒木あるし、でもまあ水の流れの音は聞こえますね。だから二手に河川が分かれていて今左手の方に来てるっていう状況なんでしょうね。はあ、この辺りもかまど発電の材料になる木材が倒木は本当にいっぱいありますね。水のせせらぎが聞こえますね。だからダム化するんだったら先ほどのところでダム化橋のところで両サイドに高さ5メートルぐらいの その石垣を築いてっていうのがいいかもしれないですね。もうこの辺りも倒木すごいですね、かまど発電用の倒木もう口当ててるようなもん、まあまあ家具作りとか家作りには絶対無理ですから、もう燃やすしか使い道ないですから、早く集めんかったらもったいないですから、こういうコケ生えてるところは一回乾燥させなきゃなんで。
ちょっとね、もう河川がだいぶ小さくなってきてるんで、まあこれぐらいでも一旦引き返して、右手の方の河川がどうなってるのか、まあ見に行けるのならというところで、まあ見に行ってみようかなと思います。だからまあまだまだ向こうの方まで倒木の広い道、こういうところだったら晴れてひょいっとこうね降りて、向こう岸行って倒木拾って帰ってこれますから、長靴さえ履いてたらもう全然問題ないですよ、こんなところね、こんな水の量ですから、まあいつでも行ける行ける雨の日以外は。ちょっと向こうに戻ってみます。ちょっとだいぶ下山してきたんですけども、先ほどの位置からこの先が5メートルぐらいのまあ防波堤を築いてって言ってたところがもう少し下の方なんですけども、まあこの辺りでダム化でも良さそうですね。こっからまあこの高さに合わせて奥の方までダム化で、であとはポンプ場をつけて、浄水場をつけて、水を引くと、それでいいと思います。先ほどのまあ上の方のところのダムなんですけども、まあその辺りでもしかしたら水の水位が満水のところまで来たら、まあ海抜400メートル近くまで来るかもしれません。それでまあ瀬根の藤原台とあと北六甲台、あの辺りもそれで賄えると思うんですよね。あとまあ大雨降ったらね、簡単に水は溜まりますんで、この辺りを二段ダムにしておいて、でそれ北六甲台とかよりももう少し、低い位置にある、まあ、西宮市山口町だとか、まあ、あの辺りは金銭寺湖とかがあるからもしかしたら大丈夫かもしれないんですけども、まあ、とにかく標高高いところ用の、電力を使わないで、水を送れるように2段ダムにしておいた方がいいかもしれないですね。その転落した時ここ高さがすごくありますんで、もう下からこう順番に両サイドの、木を切っておいて、まあダム化すると、でその木で、まあ、かまど発電だとか、柱用の、木材だとか、まあ、そういうふうにしていただいたらいいかと思います。一応まあ途中までは電線が引かれてますからね、先ほど の途中で撮影したポンプ場のところなんですけど、あともう少し下ったところ の左手の方にあった浄水場のようなところ、あちらの方をちょっと撮影しに行きたいと思います。もともとは向こうの道を歩いてたんですけども、まああちらの方から、この道を通っていったら先ほど見かけた浄水場みたいなところに行くかなと思って来たんですけど、まあこの辺りもいろいろ木が落ちてる、まあこの辺は誰かが来た後なんでしょうけども、まあほったらかしにされてますね。で上がこの、あ、ここなんか階段ありますね。ここも階段登っていったらね、薪とかいろいろ拾えそうですね、倒木とか。だからまあ竹籠でも背負って、まあ、そこに逃げて持って帰るとか。この道路下っていったら先ほどのポンプ場に行くかもしれないですね。あれは北神戸線だと思います。こちらがですね、先ほど向こうから歩いていた時に対岸にあった浄水場じゃないかなと思われるところですね。阪神何でしょうね、阪神高速道路、からと発電所って書かれてますね。発電所じゃ、訂正、受電所ですね。電気を受けるという意味で受電所ということですね。だから途中で向こうにあったポンプ場のところが、そこはそのポンプ場であって浄水場ではないみたいですね。まあしっかり調べてみなきゃわからないところはあると思うんですけども、まあまあ上もっと上の方に先ほど指定したところにダムを作るっていう形で、良いと思います。まあ下山中なんですけども、まあ北神戸線の下のところで、まあ、あれぐらいの水量があると。だからまあやっぱりいろんな地点で河川の底から水が抜けてるのはもうまず間違いないですね。だから全てコンクリート化したら
有野川と有馬川が合流する地点のところとか、もしくは、有野川の途中で、24時間稼働するのが1メートル ×1 メートルが24時間晴れの日でも稼働するような形になるかもしれないですね。先ほどの鉄塔の交換工事をされている向かいですね、こちらの方もなんかこう大きな金属の廃棄、産業廃棄物が不法投棄されているような状態のようで、その所有者だった方とかがもういなくなってるっていうケースのものかもしれません。ですので、まあ、こういったものを行政の方でしっかりと回収していただくと。まあ、場所はここです。先ほどまでの映像を見てもらったら場所が分かります。先ほど、まあ、あちらの方からこう回ってきて、こちらの道に出てきたんですけども、まあ、この河川が先ほどの河川だったんじゃないのかなと思います。今水道管がこういう風に引かれているので、まあ、こちらの道一応行ってみますね。もし先ほどの河川と違うかったらもったいないので、まあちょっと撮影してみようと思ってみます。まあこの辺りは水車ですよね。まあ辺りは水の真ん中に集まっている水車でしょうね。まあ手前の方にうまく寄せれたらね、いいんですけど、こちらの方があるとこの水の流れをこっちに端の方に、まあ、辺りも真ん中に寄せるか、端に寄せるかして、水車ですね。まあ、右端の方のところにもう一段あります。不法投棄されてるかもしれないオートバイですね。神戸東と書かれてるので、あとはこちらも何でしょうね、平田市って書かれてますね、オートバイ。まあ、唐戸台の、まあ、こういう風なところです。河川沿いのところですね。何丁目かどっか表札があったらいいんですけど、大体電信柱に表札とかあるはずなんですけども、ちょっと先ほどのところは、まあ、警察官の方とか対応した方が良さそうですね。唐戸台2丁目、51-14 から、まあ、あの辺りですね。あちらの方の教室、北高だと思われるところなんですけど、電気ついてないですね。こちらの方電気ついてるんですけども、少子化でもう半分ぐらいの教室使われてない可能性がありますね。兵庫県立神戸北高等学校、まあこちらの方のまあ学生さんの数が減ってるんだったら、まあ手前の方に校舎の方にまあ、二つ校舎があるので、両方、近い方のところに、まあ、空いてるところで、かまど作って、そこでかまど発電しながら、たまった熱気で、他の部屋を温めると、まあ、だから、かまどはすごい遠いんだと思います。唐戸自動館。唐戸小学校、こちらも薪ストーブでいいと思います。まあ、あとこちらの唐戸保育園、保育園は、まあ、薪ストーブにするかどうかは、
まあ、あの交換していただいたらいいんじゃないでしょうか。その子供が危ないか危なくないか、そのやけどするかしないかのところで、まあ、周り囲い作っておけば大丈夫なんですけども、まあ、それで対応してもらったらいいんじゃないでしょうか。まあ、昔秀和株式会社の仕事でこの辺りで巡回販売木日からと台を回っていって、でまあその頃が2006年ぐらい、2005年から2006年ぐらいで、まあその辺りのもうちょっと奥の方のところで、昼寝していたら、まあ、学生さんとかに起こされるという、なかなか休憩時間中に眠らせてくれないという、まあね、まあ、その当時で年末で販売数量が5000リットルぐらい、5000リットルちょっとぐらいだったんで、まあ、あんまりもうその当時から、もともと週1回だったのに値段が上がってお客さんの数減ってるのになぜ週2回になったのかがちょっとわけわかんないですね。あちらは先ほどの唐戸小学校なんですけども、まあ、あちらの建物多分放置されてる建物だと思いますね。老朽化して、この辺りも探したら結構あると思いますね。解体しなきゃならない家屋ほったらかしになってるところ、あちらもそうなんじゃないですかね。昔からこの辺りも結構何軒かそういうところを見受けられましたからね。建物まあ亀裂が入ってるから、まあもう無理だと思いますよ、その中古の物件で売ったりするのも。こちらもそうだと思いますね。雨戸が閉まってるところ、16-10、カラト何丁目かな、カラト2丁目みたいですね。ちょっともう文字も消えかかってるぐらい悪いですね。カラト台のこの団地も老朽化してるので、解体作業入ってるかもしれないですね。昔その2005年から6年など、秀和株式会社で東洋巡回販売で巡回してる時、まあ、この辺りで、団地って50棟ほどあったんですね。でほとんどの家を、というか階段持って上がっていたと。だからまあ唐戸台の団地だけで、まあ1000リットルぐらいの販売で、まあ大体55缶ほどなんですけども、それを運び回るだけでも、まあ、結構大変でしたね。だから時間で 2,3 時間かかってましたね。1000リットル以上唐戸台の団地で、まあ、売ってる時に、まあ、結構団地がなくなってますね、改善して。新しくできてますね。昔はああいう綺麗な団地ってなかったんですよ。で、エレベーターがなければいいんですけどね、エレベーターつけられて電力消費されますから、まあ、この辺のところちょっとね、まあ、この後もここの辺りも団地の跡地だったんでしょうけども、新しく作る団地も、もう4階建てか5階建てにしておいて、で、廊下つけないで、中央に階段があって、両サイドに家がある形、昔ながらの形の方がいいですね。あとここもまあ解体対象のところですね、だと思いますよ。お休みの可能性もありますけど、まあ、なかなかね、そのクリーニングなんて背広着て、今時区役所の人でもなかなかそういう人いないですからね。こちらの唐戸中学校の、薪ストーブで、いいと思います。今唐戸歩道橋というところに来てるんですけども、下に、まあ小さな河川が流れているっていう状況ですけどね。
で、あちらは老人ホームのカトレアというところで、まあこちら南の方に行ったら神戸電鉄の新鉄六甲というところに、着くと思います。ちょっと他に、まあ歩いてみたところ合流する河川が見受けられなかったので、まあ有野川の、上流部のところに、まあ到着するような形になるかと思います。こちらが、有野川です。まあ上流の方はこういうふうな形で、まあ河川の底もコンクリート化が必要だと思います。で、まあもっと先の方のところで水門いくつか設置した段階で、まあどこに水門を設置するのかっていうことになってくるかと思います。ちょっとあちらの合流してるところの河川が少し気になるのでちょっと見に行ってみますね。まあ水を貯水した時に少しでも水をたくさん貯水できるように門をどの位置に設置するかとか、まあそういったことになってくると思いますよ。どうなんでしょうね、不法投棄かもしれないですね。だいぶ古そうですね、このオートバイも。神戸市 28A157171、 もうマフラーのところも咲いてますからね。もう多分だいぶ前から放置してるんだと思いますよ。で、まあ、あの辺りも河川の底をコンクリート化してるのかしてないのかっていうところですね。土砂を撤去してみたら、まあ、分かるかと思うんですけども、まあ、あの奥の方のところが多分あの山間部のところから流れ込んできている河川だと思います。河川の底を全てコンクリート化するだけで有野川だけでも随分変わるでしょうね。だからまあそれはモップ側も同じでしょうし、だこの間晴れの日に、向こう側の有馬まで、船坂峠を通って撮影しに行ってましたけども、あちらの方全ての河川、向こう側に合流する河川の底をコンクリート化したら通常時でもあれぐらいの水が流れる可能性がありますね。カラカラの、晴天の日が1週間続いたとしても。あちらの方がですね下流で、こちらが、唐戸橋という橋ですね。あちら、まあ、多分合流する河川はないと思うんですけども、まあ、向こうの方に多分道ないと思うんですね。まあ、もしかしたらあるかもしれませんけど、あちらは新鉄六甲の駅です。でこちらは多分放置している家屋ですね。まあ、ここも解体作業に入ってもらわなきゃならない建物ですね。その奥はまあどうかちょっとよくわからないですね。道がないか、多分合流してる河川はなさそうですね。あとはここの竹やぶですね。ここからも枯れてる竹が大量に採取できます。こちらの河川もうちょっと上の方まで撮影してみますね。この辺りはね歩いてみたりしたことないんですよ。車でも通ったことなかったと思いますね。電車から見て竹やぶがあるなと、まあそういう風な感覚ですね。訂正思い出しました。昔オンドロ谷という名称のコースというか、まあ、巡回地域がありまして、その時担当者の者が結婚式で、友達の結婚式で、休みということで、代わりに、出勤しましたね。で、その時にこの辺りも多分巡回してますね。こちらは多分耕作放棄地ですね。まあ、管理物件ということになってますけども。まあ、畑でも作った方がいいとは思いますね。家がもうたくさん作りすぎた後ですからね。極端な少子化が続いて、
今は新鉄六甲の駅の近くなんですけども、まあそこに神社がありまして、その横にこういう風な側溝といいましょうか。まあここは段々に水車置いたらいいんじゃないでしょうか。次もこれぐらい落差がありまして、ちゃんとギア引っ付けてあげて中央に水寄せてあげたら、まあまあ横幅10センチ程度の、10センチか15センチ程度の水車で、まあちょっとした発電ができると。なのでそこで、1、2、3、3箇所は設置できそうですね。あとはこの中をどうするかですね。まあそこで4箇所、5箇所。だからまあ中まで入っていって設置するのか。6箇所。まあちらの奥、一番奥の家はもしかしたら廃屋かもしれないですね。ちょっとそのあたりはわからないですね。まあ人がいなさそうな気配といったところなんですけども、先ほどの河川、有野川のさらに上流の地点です。まあ、この辺りも竹やぶとかたくさんあるんですけども、まあどこに門を設置した時にどの辺りまで水位が来るかですね。もうちょっと上流まで行ってみたいと思います。先ほど河川の橋を渡って登ってきたところなんですけども、こっちも放置されてる家でしょうね。多分放置のオートバイが2台、まあ、金属回収地点と解体対象の建物ですね。駅から近いところで結構建物解体したら家作れる場所って結構あるんですよね。あとはスーパーマーケットが近くにあるかどうかっていうところで、多分この向こうが河川だと思うんですよ。少し有馬街道からそれて、こちらの方に、まあ左手の方にこう曲がってきてる状態だと思うんですね、河川の上流が。でちょっとこの辺りの道がよくわからないので、一回来たことはあるんですよ。だけどもその河川の位置と比較して自分がどこにいるのかとか、まあちょっとね、場所がよくわからなくて、ここはどうなんでしょうね。耕作放棄地だったのか、まあなんか丸太が残ってますけども、たくさんチェーンが張られていて、もともと神社か何かの跡地だったのかもしれないですね。神からだと書かれてますね。こちらの家屋も放置されている建物の可能性が高いですね。草が生えっぱなしで。神からと、ちょっとね、六甲とも書かれてますね。どっか、表札というか、町名が書かれているところがあればいいんですけど、まあ何か目印になるとすれば、この神戸、有馬、炭酸せんべい、土地屋というところですね。その近くですね。どこなんでしょうね。
なんとなくこちらの建物もそうなんじゃないかなとか思ったりもするんですけど、亀裂が結構入ってるんで、この辺りとか。多分放置されてる建物だと思いますね。チェーンはしてるものの。ここは、人いらっしゃるみたいですね。ちょっと待ってください。河川の方へどう行ったらいいのか分かんなくなってますね。今ちょっと地図があったらよかったんですけども、地図機を特に持ってきてないんで、ここ下っていって大丈夫ですかね。下ったはいいけど、もう一度登って戻ってこなければならないっていうのは、なかなかこういう撮影の時、まあ、大変なことで、まあ、とりあえず行ってみます。あの辺りから音聞こえてると思うんですけども、そこの間が河川だと思うんですよ。有馬川で、さらに上流が、まあ、あちらの方にあると、こういうことですね。でここから先は多分傾斜がで段々になってくると思うんで、河川水門型ではなくなってくるとは思います。まあ、まあ一旦ちょっとこの辺りで、もうそろそろ引き返してちょっと昼ご飯にしたいと思います。ちょっと戻りしなに河川に通ずる道があったので、ちょっと撮影してみますね。転落したら大変そうですけど、ちょっともうこの辺りと足場なんかふにゃふにゃしてるんで、もうこれ以上近づかないようにして、あの辺りで何かちょっと段があるみたいですね。ちょっとヒントとかあってなくて分かりづらいと思いますけど、あの辺りですね。だからもうあの辺りから多分上もう水車ですね。まあ両サイドの河川の工事とか岸壁工事とかも必要になってくるので、まあその手前までの区間のところでどれぐらい水を満水にしたときに水位が来るのか、まあそこははっきりしたらですね。以上で、今回、有馬川の、有馬口の近辺からの、上流部の撮影、これぐらいにしたいと思います。以上です。海地市に歩いていて、カラトの湯の近くに来てるんですけど、昔こういったものがあったかどうか、まあ発電なのか、まあここでまあ木質のそのチップを燃やしてるっていうことは多分発電だと思うんですけども、いや分からないですね。もしかして最初から湯温泉じゃなくて木燃やして湯沸かしていたのか、これね、だとしたらカラトの湯、これちょっと困りものですね。その車乗って来られますからね、ガソリン消費されるですよ。エネルギーの残存量問題だから、まあ発電だったらいいんですけど、なんか、散髪屋さんっていうことですかね。いや今からと、からというですよね、なんか、鹿の子温泉、天然温泉って書いてますね。っていうことは発電してるっていうことなんですかね。まあ、木質。温泉でもね、こういう風に車でたくさん来られてしまうと、そこの上も立体駐車場で、家で風呂入っていた方が結局エネルギー効率増しっていうことになるんですよ。なあ、本当に温泉が湧いてるんだったら、各家庭にその温泉の、管を通して、ある一定の温度がなかったら、その距離が離れたら、やっぱりぬるくなってしまいますから、まあそれで近隣の住宅に送ってあげた方が、まあ本当は良かったんだと思いますよ。で今さっき車乗られてた方がこちらに段ボールとか古着とかこの廃品回収のリサイクルステーションに置かれていってるんですけども、で結局車で持ってこられるんだったらね、ゴミステーションを回ってもらった方がまだマシなんですよ。だからその辺のところで行政の人たちもそれを設置することによってどうなるかっていうことをしっかりと考えなかったら、もう車たくさん販売してしまった後なんですよね。
今やそんなこと我々の世代のせいじゃないよっていうことにほとんどあの公務員の方たちからしたらそういう立場だとは思うんですけども、まあまあ分かった時点で、まあ方法を変えるしかないと思いますよ。一応あのもう少しから唐津台の駅の近辺のところを撮影しておきますね。そこそこ段が、何段かあって、まあどのあたりで水門を設置するのかどうかっていうところに寄ってくるんですけども、もうちょっと下流の方から一つ一つ設置しなかったらなかなかどこに設置するのかっていうところ、まあダム化計画の話は、その五社駅のところで言いましたけども、あの高さ50メートルぐらいのところ、それを行ったらこのあたりまである程度のところまで水位が来るような気がするんですけどね。ちょっとあの辺りのベンチで食事します。本日の、河川の撮影等で歩いた距離、34.3 キロです。